ファテマトクヨです。というわけで今回は初めてのプレミア公開の動画となっています。僕のプレミア動画なんて多分誰も見てないと思うので、普通の本編まで飛ばしてくれて全然いいです。というわけで今回は残りあと少しで2019年も終わってしまうんですけど、2019年について軽く語るって動画もしたかったんですけど、まあその話誰が需要あるんだって思っちゃったんで、何をしようかと考えた時に、新年度に向けて質問コーナーを募集しようということが頭をヒューンってよぎって、これしかないと思ったので、今回は2020年のスタートとして質問コーナー用の質問を募集しようと思います。ちょっとね、深夜なんで大きな拍手はできないんですけど、というわけでもういつぶりなのかってぐらいなんですけど、質問コーナーをやっていきたいと思います。質問の募集日時なんですけど、この動画がアップされる12月21日から1週間後の12月28日までに質問を回収したいと考えています。1日にアップしたい動画なので、1日まで募集っていうわけにはいかないので、その点は申し訳ないんですけど、ちょうど気力1週間というタイミングなので、ぜひたくさんの質問送ってみてください。昔やった質問コーナーは、ヘビーくんのチャンネルの方でもちょっとだけ出してもらってるんですけど、見た人はこちらのカードからぜひ見てください。で、この質問コーナーでは、本当になんか、なんか普通にお金かかるようなやつがあったんですよ。メントスコーラだとか。基本的にはお金とかはかけられないので、普通の質問だとかを送ってくれると、すごくありがたいです。また、今回質問を募集するので、一人何個でもいいです。好きな食べ物は何ですかでもいいですし、編集ってどうやってやってるんですかって、まあ、編集の軽い仕方についてはこちらの動画より説明してるので、ぜひ気になった方は見てください。で、皆さんちょっと疑問に思ったかと思うんですけど、なんでこんなただの質問募集の動画をプレミアム公開してるのかっていう話なんですけど、ちょうど多分俺がこの動画投稿してる時、ちょうどバイトでいないんですよね。で、まあどうしても投稿しないといけないので、まあ初めてのプレミアム公開っていう感じの形で動画投稿してるんですけど、たくさんの質問待ってます。まあ、最近登録者数が少しだけ増えてきて、数は少なくてもいろんな人に見られてるんだなって常々思うので、ぜひ初めてこの動画を見たっていう方も気軽にコメントを残していってほしいです。基本的にはもらった質問には全て答えていきたいと思います。もちろんなんか何々しましたかっていう、そんなんだよ、際どい質問っていうんですかね、そういうのはちょっと答えられない可能性があるんですけど、まあ普通にプライベートな感じで聞いてもらえればありがたいと思います。では1週間後までたくさんの質問送ってください。